TVJ は2005年に文芸春秋から刊行された五十嵐隆久の長編小説。正体不明の武装グループに占拠されたテレビ局を舞台に繰り広げられるサスペンスアクションでテレビ局員の女性が武装グループに立ち向かう姿を描く。本作は理科でホラーサスペンス大賞を受賞してデビューする以前にサントリーミステリー大賞で優秀作品賞を 受賞した著者の賞状作でもある。その後、別冊文芸春秋で遂行された上で247号から253号まで連載され、2005年1月に単行本化、2008年に文庫本化された。タイトルは、テレビジャックと舞台となる、テレビジャパンのダブルミーニングとなっている。お台場に移転したテレビ局、テレビジャパンの経理部の女性社員、高井幸子は、 周りの友人たちの結婚を見送りながら30歳目前の年となり、長年交際してきた恋人の岡本慶との関係にも終止符が打たれると思われた矢先、岡本から結婚のプロポーズされた。ユキコが勤める高層ビルのテレビジャパンでは移転記念を兼ねて72時間テレビの生放送が開始されていた。 だが放送途中に正体不明のテロリストがテレビジャパンを占拠する大事件が発生する。テロリストたちに人質にされたユキコだったが、あるアクシデントからビルから転落してしまう。警察がテロリストとの交渉に入る中、偶然にも命の危機を脱することができたユキコは、人質になった岡本を救うため、単身、テロリストたちに立ち向かっていく。物語の舞台となる。 テレビ局。ゴールドタワーとプラチナタワーの高層ビルで構成されているニューミレニアムビルのゴールドタワーに社屋を構えている。テレビジャパンはツインビルとなっており、イーストエリアとウエストエリアで構成されている。地下3階までが駐車場、25階建ての2から5階がスタジオ、6階が編成部、7階が出演者及びその関係者の控え室。 各階から12階までが娯楽施設や健康施設を揃えており、13階から19階、及び21階から24階に各部署の部屋となっている。全フロアにはダストシュートが設けられ、全てのゴミは地下3階の高性能焼却炉で処分される仕組みとなっている。防災面においては、耐震構造は関東大震災に耐えられる設計になっており、 各階には防火扉が設置8階と9階15階と16階24階と25階の外壁にはプラチナタワーに逃げられるようブリッジと呼ばれる非常通路用の橋が設けられているそして20階はブレインルームと呼ばれ番組放送の管理のほかテレビジャパン全体の通信機器や光熱機を集中管理するブレインというコンピューターシステムが設置されている なお、23階はもう一つのブレインルームを設置する予定があり、現在は空いた状態となっている。ブレインにより、年間経費が30%削減される見込みがあるが、テロリストに掌握された際はその性能があだとなり、警察にとっては難航不落の状態に陥ってしまう。ありがとうございます。